はい、では次の質問に移ります。最近気になるニュースについて教えてください。はい、私が最近気になったニュースは、台風で関西国際空港が浸水してしまったことです。このことから、地震などだけではなく台風にも強い建物を作っていくことが大切だと思いました。はい、ありがとうございます。